敵部隊が一人残し、オッケー。はい、皆さんこんにちは、ガキカサでございます。ということで、今回もまたレインボーやっていきたいと思います。また PC 版ですね。うん。また PC 版っていうか、ため撮りだからね。同じ服でしょ、これ。同じ服着てるときはね、同じ服で動画を連投してるときはね、もうため撮りですね。OK、やっていこう。じゃあ、フレッチでいこうかな。AR でいいかな、ショットガン。ショットガンでもいいか。うん、AR で。カッテット、バック、フューズ、ジャッカル、アッシュ。で、エリア確保なんですけど、どこだろうな。エリア確保か。1対1になると、ほんともう緊張するよね。エリア確保の。ちょっとロード長いかな。和術がないんで、ちょっと早くロードお願いします。話すことはそんなにない。うん。まあ、強いて言うなら、最近もあったかくなりましたよねっていう。うん。だから僕ね、あんまり服持ってないんですよね、服。服に興味ないから。だいたい冬はもう、ダウン着て、もう中は T シャツとか薄着。なんでね、この中途半端って言ったら、ね、怒られるかもしれないんだけど、春とかね、春秋に着る服をほとんど持ってない。だからね、風邪ひくんだよね。うん、よくやった。風邪ひいちゃうんだよ。バイオハザード物質を発見した。10秒。突入5秒。戻ってきたな、スモーク。バイオハザード物質の確保に向かい。地下なんだ。地下見たけどいないかなと思ったんだけど、地下だったね。登れないね。よいしょーい。でもテグミットもいないからね。持ち帰るの遅いわ。あ、違う人にあげたんだ。どっから撃たれたの。あー、ここか。まあ、どっちにしろ、多分フロストにも一発食らったんじゃないかな。うまいな、敵の方。オッケー、ナイス。フロストナイス。投げて、味方オペレーター。あー、やられた。ちょっとこれは厳しい。1対3。見てるね、そこね。あー、まあ仕方ない。ちょっと初めのファーストコンタクトでね、結構やられちゃったもんね、味方。ちょっと今ズボンをめくり上げてます。長ズボンをめくり上げてもう短パンにするっていうね。よし、フロストでいこうか。怖いなー、ちょっとね。なー、うまいな、敵の方が。うん、どう来るだろう。変にやっぱ動くとやられるかもね。バイオハザード物質を守れ。ちょっといただいて。どこか。まだいる。敵部隊のドローンがバイオハザード物質を発見。どこ補強しようかな。そこ補強して。ここは補強した方がいいよ。
敵部隊がバイオハザード物質を発見。ここウェルカム。あれ？オッケー。チョコマスカット逃げたな。針を用意する。マガジンを変える。あー、やっぱやられたか。オッケー、倒した。来ないかな。下が異様に怖いんだよね。おいしですよ。プリロードして、左から来てるか。オッケー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 、いいよいいよ。カンデラ？カンデラだったっけ。仲間に当たりくやが怖いな。二人いたと思うんだけどな、そこ。やられた。やばい。どっから投げてきた？下？オッケー。まだ人工か。オッケーオッケー。開いた？下？やっぶね。味方はあと一人。怖い。オッケー。敵部隊を排除。ミッション成功。もうちょっとすごい顔してたかもしれない。真剣だったからね。オッケー。これ何対何？1対1か。あー。オッケー。テルミット行こう。いやー、ドキドキするわー。やっぱ最後の一人で1対1の時って本当レインボーはねー、心臓に悪いよね。さて、ゾフィア、アッシュ、グラズ、あと一人誰だ。バイオハザード物質の位置を疲れ。で、僕がテルミット。上出来だ。バイオハザード物質を見つけた。地下だね。あ、地下じゃない、1階か。あと10秒。
突入まで5秒。バイオハザードミスの場所に向かえ。壊してる。もう弾切れだ。これは2回行った方がいいかな。行きましょう。やられとる、やられとる。そんな言っても大丈夫？そこはいいか。うわ、うっそ。うっそ、今行ってないか。まあちょっとね、手応えあったんだけどな。幻の手応え。さて、でもちょっと押されてますね。2対3。オッケー、2対2。部屋の安全を確保し、バイオハザード物質を守れ。いいよ。味方オペレーターはあと1人だ。脅威を排除してから要求を再開しろ。敵オペレーターはあと1人だ。味方チームがやられた。うわー、当たるんだね、あれ、あの距離。すごいね、フロストのショットガンね。フロストが出た当時はもうかなり強かったもんね。ミュートで行こう。さて、イエガ、ルーク、エコをドクに変えましたね。あとエラちゃん、私がミュートや。やっぱルークにしたんだね。いやー、これ負けれんぞ。いけるかな。いや、エコーってね、僕あんま使わないな。なんか妖怪がよくわかんないんだよね。妖怪がね。部屋を死守しろ。バイオハザード物質を守れ。ちょっと待って、ごめんなさい。私はミュートやったわ。ここに置いて。残り10秒。置けないかな？置けるか。残り5秒。邪魔を使う。敵部隊はバイオハザード物質を発見した。やった。で、バンディットがいないんで、ちょっともう置いとこうか。テグミッドいるんじゃないかな。行くわよ。こっから来ないかな、もしかして。レディ来ないのか、来るのか。行っちゃった。はい、ペイ。
ここは多分あのエコーの妖怪がいるんでね、多分大丈夫でしょう。バイオハザード物質を確保中。敵部隊がバイオハザード物質を見つけ、バイオハザード物質の確保が中断された。敵を排除しろ。味方オペレーターは最後の一人だ。敵部隊が容器を確保している。敵部隊が一人残っている。オッケー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 、ミッション成功。めっちゃ喜んだわ。おーい、いや面白いな、こういうことがあるから面白いんですよねゲーム。あービビったー。よしデリちゃんでいこう。いやーダメ元でね、行ってみるもんですよ。よかったよかった、気持ちいいわ。よう寝れるわもう今日は。さてちょっとまたロードが遅いけど、ロードが遅いけど話すことは何もない。さて最後、泣いても笑っても書きたいけどな。バイオハザード物質を見つけろ。地下っぽくない？よくやった。あー、オッケーオッケー。バイオハザード物質の位置を特定した。で敵は、フロスト、バルキリー、カフェイラか。え、これうまく割れたらいけるんじゃない？あのグラフいるんで。下割ってバイオハザード物質の場所に向かい、下割ってやばい、もう弾切れだ。いいよ。いいね、グラフいいね。容器を守れ。敵が来たのか。脅威を排除し、容器の確保を再開しろ。脅威を排除してから容器の確保を再開しろ。部屋の安全を確保し、バイオハザード物質を守れ。敵だ、脅威を排除しろ。容器の確保を再開しろ。味方オペレーターは残り1人。いや今うーん、くそ、もうちょっとエイム早かったな。どうだ、いけないか。くー、いく、いく、あーうまい。味方チームがやられた。いや、フロフの方うまかったな。はい、っていうことで今回も負けてしまいましたけど、うん、いやでもミラクルショット出たから、うん、嬉しかった。はい、ということで今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。ほな。
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録は PC の方は画面上のアイコンから、スマホ等の方は下のチャンネル登録ボタンから、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。